さあということで今回は鹿児島市の都市農業センターにやってきました。ね、ここではね、はい、春には菜の花、そして夏にはひまわり、秋はコスモスが見られるということで、はい、実際にご覧いただきましょう。それではどうぞ。ちょっと下準備、下調べができてないんじゃないの。そうなんですよね。ちょっと見て、ほら、うん、何ですか。うん、コスモスの見頃は10月下旬からの予想です。そりゃそうだ。何事も下調べっていうのは大事ですね。鼻水出てきた。何も見ないできたもんね今日ね。そう、ね、見てほら、緑が一面に広がっております。ちょこちょこ咲いてる。ちょこ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 ね、面白いな。ちょこちょこ。ポツン。いや、見渡すか、ほら、あ、本当だ、咲いてる咲いてる、本当だ、これこうね、ここらへん、ここ、ここらへん、ここ、どこ、ここ出直します。出直します。あ、ほら、咲いてる咲いてる。あ、どれどれどれ、一輪咲いてる。ほらほらほら、貴重な、あ、貴重な、貴重な、咲いてるよ、ほら咲いてます。はい、咲いてます、咲いてます。皆さん10月下旬に来ましょうね。ねー。